やっほー、俺は今からお料理するぞ。この大根さんを洗うのだ。これは洗わなくてもいいだ。綺麗じゃない、洗うんだ。えい、ー、やめてくれしんちゃん、洗わないでくれ。水を出してた。綺麗になるよ大根さん。あ、俺ちょっとトイレ行ってくるからな。バイバイ。えひょー、くっそしんちゃん、目洗うなっつってんのに。よし、いたずらしちゃえ。この中にうんち入れちゃうんだぞ。これでしんちゃんびっくりするだろうない。じゃあ俺は現れたくないから逃げるぞ。逃げろー。すっきりしたね。あれれれ、大根さんがうんちになってる。なんでだろう。よし、この中探してみよう。知ってる？ん？え？逃げたの？もうやだな大根さんたら。じゃあ違うの持ってこようと。今日は人参さんを洗うよ。やめてやめて、ひまわりちゃん洗わないで。なんで洗われるのが嫌なの？嫌なもん嫌なんだ。逃げろ。ダメだよ、ほらここに。食べ言わないで現れるです。やめてやめて。あ、ママが呼んでる。ちょっと行ってくるね。よいしょ。洗うなっつってんのに本当に。よし、いたずらしてやれ。この虫をここに入れてたらひまわりちゃんびっくりするだろうな。いっぱいいっぱい虫を入れてやれ。これでいいかな。じゃあ私はそろそろおいとまするとしましょうかね。人参さん洗えたかな。なにこれ。虫さんがいっぱいになってるよ。人参さん入ってないよね。あー、うわー、人参さんに逃げられたです。追いかけてくるぞ。おいでおいでしましょう。ランランラン。はい、長ネギくん洗うわよ。嫌だ、絶対に現れない。洗うわよ、あなた汚いのよ。私は綺麗だ、こんなにピカピカだ。もうつべこべ言わないで。お水を出してた。綺麗になりなさい。あ、パパちゃんが呼んでる。行ってきます。冷たいよ。くっそ、メールちゃん、目洗うなって言ってんのに。よし、仕返ししてやるぞ。ここにバキンマンをいっぱいいっぱい入れてやるぞ。メルちゃん帰ってきたらびっくりするだろうな。よし、バキンだらけにしてやったぞ。逃げろ。洗えたかな。なになんで、なんでこんなバキンだらけになってんの。ここがもうみんな長ネギくん知らない。え、逃げたですって。まあ、メルちゃん怒ったわよ。よし、捕まえに行ってやる。急げ。最後まで動画を見てくれてありがとう。このチャンネル登録ボタンを押してチャンネル登録してね。ここだよ。次の動画も見てね。バイバーイ。